韓国は子供みたい。自滅している。青山茂春が夏季完成レーダー照射と日韓請求権協定で韓国を批判。先日放送された虎ノ門ニュースの中で自民党の青山茂春議員が韓国の文在寅政権は国家の手を成していない。レーダー照射は嘘を突き出した子供が嘘を重ねるために嘘が止まらない状態で自分で自分の首を絞めている。 徴用工も募集に応じただけで徴用されていない、もう語るのもどうかと思うくらいだと発言をされました。もうその通りなんですが、日本政府としては韓国政府がどのような嘘をついてきても、それに対してしっかりと反論をしなければ、韓国政府の主張が正しいと認めたように、 誤解が広まり、またそれを韓国が、韓国政府が宣伝してしまうことになりますので、政府としては粛々と韓国の嘘に対し、客観的な証拠を提示して、反論をしていくしかありません。本当に、日本政府の関係者の皆様も、もう今の韓国政府の状況に対して、 もうう呆れててしまっている方がが大半だと思うんですが日本政府には今後も国民の日本の国益を守り国民の安全を守っていただくために韓国政府に対して徹底的に対抗していただき単純な言葉での反論証拠を示して行う反論だけで韓国政府が納得しないのであれば 必要な対抗措置、制裁を課していただき、これ以上、韓国政府によって、日本国民が、日本そのものが危険にさらされることがないように、しっかりと対応していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。